のカーブに入っています。6番刀わずかに先頭600を通過、外には11番の名将うつまさ、それに接近16番フィールドセンス、4番手15番クリノガウディ、それから14番フォーテ、外から上がっていく9番アバンティスト、内からは10番イッツクール。第4コーナーをカーブ直線へ、400を切って名将うつまさが立ちました。そしてその外からフィールドセンスが並んでくる、さらにフォーテが前の2頭を追ってくるが、その差は3馬身、さらに2番のペプトバンブーが上がってくる、そして後方からはアバンティスト2脚を通過、さらに8番シャインガーネット、さあ前は固まってきたが、内から2番のペプトバンブーが抜ける、外から14番のフォーテ、そして3番手争いに3番名将アリソン突っ込んできた、先頭2番のペプトバンブーゴールイン。33秒7でいきました。外目にエイティーンガール、差がなくラビングアンサー。第4コーナー回って直線コースに向かいます。やや内を開けて先頭モズスーパーフレア、リード体半分から首ほど、セイユン構成、外からクリノガウディ、内に潜り込んでライトオン級、外からは12番のラウダシオンが追ってきました。さあ横に広がってきて、今度はモズスーパーフレア、クリノガウディ、ラウダシオン、外からは13番シバージ、内から2番のライトオン級、4番のセイウン構成、外からは13番シバージ、12番のラウダシオンの追い込みですが、内ライトオン級、外シバージ、シバージライトオン級、間からラウダシオン、13番シバージ降臨、13番のシバージです。極上のキレが最後に届きました。内2番ライト、600メートル33秒0の通過、4コーナーカーブに向かっていきます。先手を奪い切った6番星雲構成、リードは2馬身3馬身直線コースへ、2番手は17番ラブカンプー、外から接近16番ダノンスマッシュ、3番手から2番手に上がって坂を上がってくる、あとは7番ミスターメロディ、4番手から3番手を伺って、内からは11番ビアンフェ、残り200メーター、今度は16番ダノンスマッシュが先頭、2馬身リードを取った、2番手は7番ミスターメロディ、11番ビアンフェ、あとは3番名将グロッケ接近するが、先頭は16番のダノンスマッシュ、16番ダノンスマッシュ合輪、2着は最後に3番名将グロッケ上がったか、内は7番のミスターメロディ、16シャイデン、15番ペプチドバンブー、後方から2頭目が17番のサトノアーサーで、現在最後方2番ブラックムーンです。800を切って4コーナーのカーブ、先頭18番トロワゼトワル、短期先頭で直線構成と入ってきました。2番手が10番ミラーアイトーン、先頭との差は3馬身、3番手が広がって11番クリノガウディ、16番グルービット、間から名形大ハード、外は14番プロディガルさんです。残り400の標識を迎えます。依然としてトロバゼトワルが先頭ですが、2番手から10番ミラーアイトーン、内から名将グロッケが伸びてくる、その後からは外グルービット、そしてプロディガルさん、1番外からエントシャイデンが追い込んで200を切りました。逃げる逃げるトロバゼトワルが先頭、まだ3馬身リードがある、2番手からミラーアイトーン、外からは17番のサトノアーサー、一気に追い込んでくる、内からはアンドラステ、さあ今度は外17番のサトノアーサー、さあ捉えて降臨、後方一騎17番サトノアーサー追い込み勝ち。アスコット、モズアスコットは最後方、4コーナーカーブ、さあ16番モズスーパーフレア、飛ばす飛ばす、4コーナーをカーブして直線コースに向かいました。リードを取る2番手セイウン構成、外から3番手から2番手クリノガウディ、この内を救ってダイアトニック、外からは15番ナックビーナ、サイラを割ろうとするのはティーハーブ、そして6番ダノンスマッシュ、空いた内を狙っている1番ステルビオです。先頭はモツスーパーフレア、捕らえに行くのはクリノガウディ、間を割って3番ダイアトニック、外からクリノガウディ、内から16番のモツスーパーフレア、ダイアトニック前かがめ、この間にグランアレグリアが飛び込んでくる、4頭広がってゴールイン、クリノガウディかグランアレグリアか。番手にはクルーガー、第4コーナーカーブから直線へ、レイエンナが3番手から2番手を伺っている、あとはどうかクリノガウディ、内から追い込んでくる、残り 400m 通過、これから坂を上がります、サトノアーサーも追い込んでくる、さらにはどうか1番のプリモシーンも大外から追い込んでくる、ケイデンスコール、さあ先頭はここで変わった、レイエンナ、レイエンナが先頭に変わった、頑張っているクルーガー、残り 200m 通過する、左右中をついて追い込んできた13番クリノガウディです、さあ先頭はどうか、外から1番プリモシーンも追い込んできて、プリモシーンが先頭に変わった、間をついてシャドーリーバー、シャドーリーバー、1番のプリモシーンだ、ゴールイン、プリモシーン、簡単エメラルファイト、その下にジャンダルメ、さらにはロジクライ、インコースキャンベルジュニア、間から6番イレイション直線コースに入りました。内立沿い4番トミケンキルカス、4,5等分よ外に離れたところに湘南ライズです。さらにエメラルファイト、間が空いている、6番のイレイション、1番のキャンベルジュニア、外からは13番ジャンダルメ、アドマイヤマースとノムコは揃って大外に持ち出して前を追っている、前は横に広がっていますが、エメラルファイト、湘南ライツ、内からキャンベルジュニア、さらに4番トミケンキルカス、間を割ろうと勝てられる、大外からノームコアが飛んでくる、さらに連れて9番のレイエンダ、間から16番ノームコア、内では2番レッドオルガ、わずかにノームコアゴールイン、2着レイエンダか、内では2番レッドオルガ、
16番通園マイスター600を切りました。外1番のグランドボヌール並んでいきます。2馬身がいて16番のキャンベルジュニアが3番手、10番コスモイグナーツ、これをかわして7番のプリモシンに上がって第4コーナーから直線に入って400を切りました。今度は1番グランドボヌールリードを体半分取ります。坂を上がってきた。その後は2馬身がいて16番キャンベルジュニア、7番プリモシーン、その外から5番のグルービット、さらに外から6番クリノガウディ、14番カテドラル、伸びはどうか。さあわずかに1番グランドボルール、捉えた7番のプリモシーン、外から5番グルービット、さらに外から6番のクリノガウディ、並んでゴール。最後は3歳馬赤い帽子2頭の1、2着争い接戦。7番のプリモシーンかわされての3番手です。最後方3馬身あって9番のミッキーブラック、第4コーナーをカーブ直線コースに向かいました。先頭イベリスリードは2馬身です。2番手クリノガウディプールビル、外に出して追い上げるワイドファラオ、さらにはトーヤリトセイト、さらにグランアレグリア、ちょっと外にもたれかけんですが前を追っているダノンチェイサー、アドマイヤマーズ、さらにはファンタジストオーストリケイデンスコール、前を横に広がっているトーヤリトセイト、間からは12番のワイドファラオ、内を救ってクリノガウディ、外からアドマイヤマーズ、さらに外からケイデンスコール、間ダノンチェイサー、グランアレグリア、大激戦、内から10番カテドラル、アドマイヤマーズ、カテドラル、ケイデンスコール、アドマイヤマーズゴールイン。17番アドマイヤマーズミルコデムーロ、11番ないまま4番手、600を切って第4コーナーをカーブ直線コースに向かいます。トーラスチェミに先頭、そして外からじわっと好タイミング間を割って10番のクリノガウディ横に広がってきました。さらにこれらの中を縫うようにして一気に3番カテドラル先頭に変わるか、先頭に変わった。3番カテドラル外から追ってくるのが5番のバンドゲルド、間を割って2番西野デイジー、内から10番クリノガウディ、外から追ってきているのが4番アガラス、7番ベロックス、横に広がった争い、広がった内から西野デイジーか、間横に広がったバンドゲルドが横に4頭広がってゴールイン。圏内は4番アガラス、7番ベロックス、内では2番